皆さんこんにちは。普段はマウンテンバイクばかりで放置気味の雨天通勤号。サドルやらハンドルやらカゴやらちょいちょいいじってたのですが、なんと砲弾型のレトロなライトが駐輪場にぽつりと放置され1週間。今日見たら植え込みに投げ捨てられてたのでリサイクルすることにしました。残念ながらライト本体に錆と傷がたくさん。そして通常のダイナモ仕様だったので、現在つけてるオートライト、LED を中にぶち込む魔改造をやりました。